え、知らない？ ちょっとチャララップ調にしちゃった。情報カット、それ本当にやばいやばい。アベベのベはどっから来たの？柿の種より意味わかんなくない？アベベのベ、アベベのベ、アベベのベって何？初めて聞いた。桜島ドッカン、そんなんもあんの？すごっ。あ、ケイドロね。ドロ系派かケイドロ派かってこと？なんちゅろ、あとみんなが知らなそうなの、なんだっけ、モンチッチ知ってますか？モンチッチ、モンチッチもなんか昔話ショールームで話したことある気がする。え、全然毎日配信してないです。週1か2を1か2を目標にや配信してるよ。そう、モンチッチ知ってる？あ、モンチッチの、あの子の子の子かわいくないね、エンゼルもしもしモンチッチ、アモンアモンアモンチッチ、アモンアモンアモンチッチ、お寺の子どこの子、なんだっけ、違う、なんだっけ、なんだっけ、なんとかの子どこの子、お寺の前で見ているのは大阪姉さんべっぴんさん、はい、アメリカ姉さんバレエ、田舎の姉さんたうえたうえ、あ、で負けたら、あ、じゃあじゃあ勝ったらあんたバカねって言って、負けたらあんたよりマシよって言って、もう一回じゃんけんする、じゃんけんポンって言って、あのもう一回言い換えの子で勝ったらほら見てみなさいよって言って、負けた方がふんって言ってやるみたいなやつ。知らん？モンチッチ知らん？あ、チャチャツボチャツボみたいな知ってるでしょ？チャチャツボチャツボチャツボのなんとかなんとかみたいな。あ、そうそう、せっせっせーのよいよいよい、あーのこのこのこかわいくないね、エンゼルもしもしモンチッチですよ。アモンアモンアモンチッチ違う、そう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 、なんかさ、あれ日本語で遊ぼうって入っててね、チャチャツボチャツボみたいな、なんかこんなこうでしょ、こうわーみたいな。え、です、ですじゃない、ですじゃない、違う？おのっちさんありがとうございます。え、ね、ずいずいずっころばしごまみそずいみたいな、チャツ、ね、負けた、たたたたたたんたた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 たタタ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 タ、これですか？これピアスです。ピアスつけてます。え、これ違うの？ズイズイズクプシってこれじゃない？これ違うかも。そうだよね。タンスなんか持ちどの子が、そうわかりません。どの子じゃわからん。相談しましょう。そうしましょうでしょ？え、知らないですか？ズイ、私あのズイズイズクロマシさ、あの吹奏楽の時に吹いたんですよ。そう。だからそれなら知ってますよ。え、花一文部はね、多分ね、変わんないよ。うん、勝って嬉しい花一文部、負けて悔しい花一文部、タンス長持ちどの子が欲しい、どの子じゃわからん、相談しましょう、そうしましょうでしょ。これは普通でしょ？これは多分普通だよ。うん、タンスのくだりない？タンス、待って待って待って、タンスのくだり知らんのか、待って待って、タンス、え、タンス、え、タンスじゃないの？え、待って待って、どういうこと？カーンって嬉しい花一もめ、負けて悔しい花一もめ、
次何になるんですか。悔しい、俺一問だし。何それ。かーって嬉しい花一問目、負けて悔しい花一問目、あの子まるまるちゃんが欲しい、まるまるちゃんが欲しい、相談しましょう、そうしましょう、ってこと。決まった、そっちからどうぞ、いえいえどうぞ、ってこと。え、なんかちょっと足りなくない。ええ、ちょっと待って、もうみんなちょっと誰かさ、フルで歌詞書いてほしい。え、タンスなんか持ち、どの子が欲しいじゃないの。え、どの子が欲しいはいりますか、ありますか。タンスいらん、語数が足らん。ちょっと誰か頑張って送って、コピペしてなんか分けて連続で送って。タンス、タンスアルハもいますよね。え、はい、タンスアルハ似合ってればいい。タンスアリハ、はい、あ、いるいる、よかった、いる、ほら、おるよ、おるよ、ちゃんと。あ、はい、ほら、いるやん、タンス派。はい、あ、いた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 。ほら、いるやん。隣のおばさん、ちょっと聞いて遅れ。待って、何それ何それ。だってアンケートでどうやってやるんだっけ。なんか久しぶりにさ、なんか分かりますか、この地域性トークした気がする。地域性トークってやっぱ面白いよね。いつでも盛り上がるよね。なんか「どこ出身ですか?」とか言ってさ、県外にさ出た時とかにさ「岡山から来ました」って「遠くから!」とかってなりますよね。あと何だろう、さっきな、え、カゴメカゴメ普通ですよ。カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつ出会う出会う、なんだっけ、いついつ出会う、なんとかなんとかの間に、ララ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 ラ、後ろの正面誰みたいな。ユキナ22歳になりました。え、待って、せっかく送ってもらった、ちょっと見る、ちょっと待って、あ、待って、送ってくれてる、本当だ。かーって嬉しい花一問目、負けて悔しい花一問目、あの子が欲しい、あの子じゃわからん、この子じゃ、タンスないとなんか難しいね。夜明けの晩にか、あ、ほら、これはいけてるわこれはいけてるね。そう、これはいけてる、普通ですわ。今が焼き、フーマン、え、これさ、フーマン派いないね、フーマン派出てきて、ふ、あの大判焼きやけど、私はフーマン派です。何ですか、皆さん何派ですか。今川焼きのことフーマン、え、寝ちゃった、寝ないで、フーマン、そう、え、今川焼き、大判焼きって言うじゃないですか。いや、大判焼きって言った方が伝わるから大判焼きって言う時もあるけど、フーマンですよ。あ、そう、ござ候とかね。あ、そう、元チームメイト、岡山県代表、そうです、そうです、そうです。回転焼き、回転焼きって言うの。え、あ、ござ候派ね。え、待って、フーマン派ゼロ、回転焼き、黄金焼き、早漏、ゴザ早漏、パンダ焼きっていう人いるの。え、ね、フーマン知らんの。フーマンですよ、フーマン。ひらがなでフーマン。でも、ね、フーマン派じゃないの。え、ね、フーマンって調べて、みんな、絶対ある、絶対フーマンってある、調べて、みんな
一番ダメ、ダメってどう、何がダメなんですか。風間の小次郎、何フーマンじゃないの、フーマン星中毒さんありがとうございます。ほら夫婦まんじゅう、へえ。ほらフーマン、ちょっと待ってフーマンですよ、ほらほら、あもうほら、フーマンじゃないの、みんなフーマンじゃないよ、小次郎、武蔵小次郎、ニャスとニャス、いやフーウーマンですよ、フーウーマン。岡山出身の人いないのこの中に北海道のグマニアさんありがとうございます。え、フーマン派、フーマン派、そうなんす、ふくふくまんじゅう、へえ。な、高島屋でね多分売ってんじゃない桃太郎さん、桃太郎さん、はい。え、にじさんは岡山県の人ですか。北海道のグマニアさんありがとうございます。ノーフンマンなの、そうだね、北海道はさ、そうだよね。うーたんもうなぎさんの配信がちゃう、鬼滅さん、鬼滅また見に応援は、ね、鬼滅のさ最初のさ、あーみたいなさあるじゃないですかあれめっちゃ怖くない、あの、わかる、あーガガンみたいなわかる、え、私見れないから友達と見てます。え、ねえみんな言わないで、怖いけんやめて北海道のグマニアさんありがとうございます。あ、そう、タイトルのところかも、そうかも、あれがもう、あれ時点でもう怖いえ、わからん、ウータンのモノマネ一時期めっちゃやってたえ、わからん、あーみたいなぶっちゃんありがとうございます。今日何時まで配信、11時半までにしようかな。そう、今日ワンチャンカラオケしようと思ってさ、イヤホンをね、いや、そう、イヤホンをね、あれイヤホンどっけやしたんじゃろ、うちマネージャー紹介の弁喋っちゃった、一応岡山弁喋っちゃった。そう、イヤホンね、私もあの有線持ってなくて、友達にもらったんですよ。で準備したんですけど、今どこいたか分かんなくなりました。まあ今度やります、多分カラオケに行きたいんですけどね、コロナでカラオケがなかなか行きにくいんでねそう、あれ、よし、私さ、あ、そっか、国にあるじゃん。そう、時間経つの早いね、ほら、ありました、もらいました。ケンさんありがとうございますねえ、やばい、めっちゃ岡山弁喋っちゃった、聞きたいもん、みんなマジでさ、やばいよね、固形とか土形とかど、でもあ、 PC に変えたら分かった、お箱なんだろう、そう、今日くるくるなんですわ、髪赤にしてないよ、もう赤を逆に抜きたいくらいの色にしました。あ、そろそろ死ねえって言いそうって、はよ死ねえってですか、死んでくださいって意味じゃないですよ、違いますよねえ
ですよね。この方言ね。イヤホン。おはようございます。おはようございます。寝てたんですか？セラレ、あ、セラレって私めっちゃ言う。そう、はよセラレって。シャイニーってさ、あれでしょ？韓国アイドルでしょ？違う？え、そう、マジでたまにね、そう、たまに方言を本気で出しちゃう、本気でっていうか、なんかもう方言の塊でしかないみたいな時があるんですよね。そう、セラレーって一曲どうぞ。何か歌いますか？じゃあ、私だからもう卒業したから何でも歌えるんですよ。でもおばあちゃんと電話したらマジでやばい。そう、いつもはちょっとセーブしてるんですよ。都会の女なんで私。そう、周知し俺たちはここじゃないとこか、ここじゃない。ちょっと待ってね。あ、オッケー。なんじゃない、1曲ぐらい歌いますか。じゃあカラオケってどこでやるんだっけ。これだ。え、何歌おう、分かんない。どうするの。サーターアンダギー知らない。でもこれイヤホンになってんのかな。マツケンサンバ誰のことを一番に愛してる。アイミュー、なんか恥ずかしい。ちょっとそれはちょっと分かんないよ。あ、じゃあオッケー、これにしますね。じゃあ行きます。よし。あ、待って、ちょっとダウンロード時間かかってるわ。イヤホンもらった。楽曲ダウンロード時間かかりすぎじゃない？ちょっと今日これさ、どう？レベル、リバーブって何？これぐらい？どう？どうですか？いい感じ？音と音量小さい？小さい？大きい？小さい？オッケー？あ、カラオケじゃないの？オッケー。
しい。え、続きますか。あー楽しかった。歌う前に嘘でしょこれで。やばいやばいやばい。2番も歌うの。2番も歌うんですか。流してみますか。私大好きなんですこれ。365日。なんだろう、音程わかんない。365回、幸せがやってくる。春夏秋冬いつもずっと。待って、音わかんない。来年の今日も笑顔で大好きな家族をおめでとう。嬉しいぞ。ハッピーハブハブバースデー、今年も笑顔でおめでとう。ハッピーハブハブバースデー、主役は君なのさ。ハッピーバースデー。私とカラオケに行ったら漏れなくこの曲がついてくるかもしれません。やば、イエーイ。すごいたくさん、あの音符とかありがとうございます。トリミコジさん、福田さん、 AT さん、誰だマーケイキスさん、北海道の群馬ニアさん、などぶっちゃんなど、ありがとう。ケンさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。やったー。さあ楽しいね、カラオケ覚えてください、皆さん。テーマソングってことはないですけど、アンパンマーチ、アンパンマンマーチってさ、私歌ったことないかも。アンパンマンマーチって歌ったことないな。トトコ走るよハム太郎ですか。ちょっと待ってね。うん、なんだろう、何がいいかな。ミルナにはないんですね。アンパンマン体操って何？クレヨンしんちゃんわかんない。目を細めてしまう人、交わらない君と私の星はそれぞれ瞬いている。明日君と話すことをぐるぐる考える。
大好きこの曲、お正月もカラオケで歌いました。あ、スカさん久しぶり、初見です。嘘じゃない。歌上手だった。本当大丈夫だった。大丈夫でしたか皆さん。私の耳障りになりませんでしたか。何歌うか、何がいいかな、何ですかね。30分過ぎちゃった。楽しくなっちゃった。いいや。あ、ハムハムバースデー、ハッピーハムハムバースデー、よくダウンロードしてくれました。ありがとうございます。復帰してないですよ。え、大丈夫だったかな。え、聞くに耐えなくはなかったらいいや。お尻かじり虫歌えないよ私。私さ、あれ歌いたいんですけど、多分ないと思う。多分ない。あー、ないな、ないな。優等生なかった。え、ちょっと441は恥ずかピーです。あー、ありだな。ちょっとこれ歌うのやば。ちょっと今日本気出しすぎじゃない。だとしたら今日でなんか全部出し切っちゃうからっていうような気がする。これだったらまあいいか。カラオケじゃんこんなん。やばいやばいやばい、マジで歌いすぎてて、いつも歌ってるこれ。やばいやばい。やば。あ、やばいやばいやばい。やば、楽しかったです。やばいですねこんなんね。こんなんやばすぎるでしょ。カラオケぜひ歌ってください皆さん。時線ちゃんと歌えないかも。選曲が水蓮の花のようにって歌えないかも。面白い。こんな私これを歌う日が来ると思いませんでした皆さんの前で。やばいやばい。じゃあ何にしよう。
泣くのだ。歌えない歌えない。いや、ワースタさんわかんないかもな。お腹いっぱいじゃん、もうやめますか。あー、何歌おうかな。あと1曲ぐらい歌いますか。じゃあカラオケ楽しいです。でも私だけ楽しいかも。くるくるかき氷、ルプラスポールサポルカンタスティーヤラカリポッピークックティ。え、見る点ないんだよ。見る点ないんだよね。はじめまして。歌えるんかい、それな。うーん、あー、オッケーオッケーオッケー。何にしようかな。じゃあこれにしてみたいと思います。あ、でも歌えないか。もし間違ったらごめんなさい。途中で間違うかも。君がよ、いきます。ほんと間違、マジで歌途中わかんないかも。一番好きですね、にじますさん。イエーイ、パティパティ。ちょっとハンドカピックなりました。ハートサングラス、ドボンやっとるん。祝祭、祝祭ってあんの。イコール祝祭ってあんのかな。祝祭だよな。祝祭ない。芸能活動は復帰する予定はないです。めっちゃアイドルしてた。明日いい報告でき、なになに、楽しみ、待ってよ、学校頑張れるわ。じゃあ前期、あ、じゃあまた違うやつ歌おう。私の好きな曲歌います。ハートサングラス、ダンデライオンに恋をも好きです。私そうだ、何でも歌えるの。いいですね、この曲マジで名曲です。神曲ですよね。ね、この曲いいですよね。大好きです、私。よくカラオケ、だマジでカラオケで歌います。50分じゃん、歌いすぎた。くもずんさんありがとうございます。カプレさんもありがとうございます。福田さんもありがとうございます。北海道のくもにゃさんありがとうございます。 BPM188 さんありがとうございます。古海浩二さんありがとうございます。もし消えてたらごめん。私も一番好き。笑顔が止まらない。よし、じゃあそろそろ終わるか。次回にお預けだ。次回にお預け。よし、フォローしました、ありがとうございます。ありがとうございます。2時間チャックやってますね。また歌います、カラオケ行きたいので。カラオケ行きたいので、また次回また歌います。次はどうしようかな。少ししか、もうだって今日何、今日私何歌ったっけ。今日は事件ハッピーハムハムバースデー歌って、マホロバースタリスク歌って、いや、カラオケの場、練習の場じゃないですよ。カラオケに行きたいから、行けないからここで歌うってこと。仮契約歌って、何歌った、チュル様歌って、で走れ歌ったのか。ハッピーハムハムバースデー毎回歌った方がいいですか、もしかして。ねえ。
オープニング、オープニング、みんな来たら急にハッピーハムハムバースデー歌ってるって感じで始めますか。あ、で次はどうしよう、来週はどっかで一回はやります。僕らの制服クリスマス、チャチャチャララララララ、チャ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 ララチャチャチャララチャララチャラチャ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 、よし、稲妻イレブン青春おでんですか。スタンダップスタンダップ立ち上がりよ、ちょっと歌えるようにしとこう、ちゃんと、ダンダンダラッタッタラッタンダンジャ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 ンダラチャチャチャ。これからどうするの。これからお風呂に入って寝ます。早起きします。明日勇気が、勇気、気力があったらパワポ作ります。え、走れ好き、嬉しい。今日はいつも入ってますよ、毎日お風呂入ってます。まあ、うん、どっかで、どっかで配信します、来週のどっか。でも平日はちょっと厳しいかもしれない、もしかしたら。どっかで配信します、多分。はい。ってことでランキングを読みまーす。皆さん今日も長々とありがとうございました。前髪が割れてきてしまいましたが、逆に今時っぽい前髪でいいんじゃないでしょうか。というところで読みます。じゃあ読みますね。良いですか。13位、東さん、アットタイマーありがとうございます。12位、ブリントさん、ありがとうございます。11位、しっぽさん、アットミーサーキーですよね、絶対、ありがとうございます。10位、おのっちさん、ありがとうございます。9位、ごめん先生さん、ありがとうございます。8位、松ぼっくりさん、ユッキーナに会える機会作ってほしい。会いたいって、私事務所とかに所属してないんでね、ちょっとそういうのができないですね。ありがとうございます。7位よしさん、ありがとうございます。6位王さん、ありがとうございます。5位、鳥海浩二さん、あとなあちゃん、亀尾しりじいさん、岡田奈々さん、亀尾しりじいさんですね、ありがとうございます。4位、おしりを支えたいチュンチュンさん、笑顔が超絶可愛いくのが好き、ありがとうございます。3位、北海道の群馬ニアさん、ちょっと待って、あとなぎなぎ中、ありがとうございます。2位、ひさおさん、ありがとうございます。1位、アーサーさん、ちょっと早いけどアニッキーのハッピーバー、本当に伝えとく、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとうございます。ということで皆さん本日もありがとうございました。長々とお付き合いいただきありがとうございました。皆さんおやすみなさい、ゆっくり寝てください。バイバイ、楽しかったです。バイバーイ。